天正十年六月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。信長の下で戦なき地平は訪れない、そう確信した光秀は本能寺で信長を討った。本能寺の変を知った羽柴秀吉は西国攻略を中断、敵討ちの旗を掲げ、驚くべき速さで明智軍に迫ってきた。羽柴軍は明智軍の2倍以上、このまま戦っては敗北必至である。頼みの綱は細川忠興の援軍、ガラシャの夫である忠興は援軍を出す手はずになっていた。ガラシャは忠興を信じ、光秀と共に戦場に立った。しかし忠興が到着しないまま合戦の火蓋が切られる。教えよ、信長様を討ったのにまだ乱世は終わ